大塚ホールディングスの現時点での株価は4,293円です。今後どうなる ?1 年後の株価はズバリ <music> 優等生大塚安心株今回のテーマです。1大塚ホールディングス株の現状は2大塚ホールディングスこれまでの株価推移は3 大塚ホールディングスの株価は今後どうなるということで。まずは一番。大塚ホールディングス、株の現状はというところから見ていきたいと思います。現時点の株価は四千二百九十三円です。配当利回りは二点三パーセント。株主優待はあります。三千円相当の自社グループ製品、飲料、食品等がいただけるということです。 2番大塚ホールディングスこれまでの株価推移はということで株価推移はご覧のようになっております後ほど詳しく解説をいたしますまず大塚ホールディングスってどんな企業なのかということですが国内大手の製薬会社でポカリスエットなども拡大しているそして抗精神病薬が主力の企業になっています 大塚ホールディングスは持ち株会社で傘下に大塚製薬大塚製薬工場大砲薬品工場、大塚倉庫大塚化学大塚食品大塚メディカルデバイスがあります事業拠点は世界31カ国グループ全体195社でなっています事業の柱は2つあります。医療関係事業と ニュートラルシューティカルズ関連事業この2つです売上の内訳は医療関連事業が66%ニュートラルシューティカルズ関連事業が24%です医療関連事業に関しましては2019年度連結業績では抗精神病薬、利尿薬、抗がん剤の主力4製品が好調で 対前年34.9%増になっていますニュートラシューティカルズ関連事業ではオロナミシーや海外ポカリスエットが売上増ですそして海外売上比率が50%超になっていることが注目すべき点だと言えますでは大塚ホールディングスはどのように生まれたのでしょうか 数々のヒット商品を世に送り出した大塚ホールディングス始まりはにがりから大塚グループ発祥企業大塚製薬工業部創業者大塚武三郎氏1921年大正10年大塚製薬工業部を設立します塩田にがりから取れる化学原料を各種業界に供給します 1947年昭和22年息子の大塚正人氏が社長に就任します17人の冷裁企業からグループ従業員15,900人へ売上高6,500億円へと成長させていきます有益事業参入 終戦直後で国民の栄養問題が大きな課題だった時代に国内で開始しますしかし点滴注射は大手参入で注文が半減倒産の危機に1950年朝鮮特需で運よく切り抜けますその後業態を多様化1953年昭和28年 オロナイン軟膏を発売し大ヒット宣伝方法も斬新でしたミス看護婦を募集し新聞宣伝も展開していきますこの大ヒットがきっかけで1964年大塚製薬設立翌年新たな大ヒット商品がそれはオロナミン C ですオロナミン C。 1965年発売名前の由来はオロナインプラスビタミン C のオロナとミンをとってオロナミンですコンセプトは子供から大人までで男女問わずいつでもどこでも美味しく飲めるこれがコンセプトしかし炭酸が入っていたため医薬品 NG 健康増進効果の宣伝も NG となってしまいます。ところが 大塚市はこう考えます医薬品では薬局でしか売れないオロナミン C は炭酸飲料だからどこでも売れると逆境を逆手にとって社員一丸となって販路を拡大していきます食料品店雑貨店酒店バー大衆浴場病院の売店クラブなど拡大していきますその効果もあって1974年ニューヨ 1977年5億1978年10億本と右肩上がりで売り上げは伸びていきます1974年経口投与できる抗がん剤フトラフール誕生入院ではなく外来での治療が可能になります1976年正人氏の息子である大塚昭彦氏が社長に就任します 大塚のヒットメーカーと呼ばれる方です。1977年大塚食品の社長も兼任します。そしてあの名品をヒットさせます。それはボンンカレーですす軍用携帯食にヒントを得ますフランス語の、bon「ボン」「おいしい」と英語の「カレー」をくっつけて「ボンカレー」と名付けます。さらに 遠いメキシコからもヒットのヒントが新飲料開発のためメキシコを視察に行った研究員お腹を壊し現地で入院体内の水分と栄養が失われているからとにかく水分を飲んで後で栄養を取るようにと医者は言いながら研究員に炭酸飲料を渡しますそうか飲む点滴液があったらとひらめきます 点滴液の製造は自分たちの得意分野。日本は当時健康志向、ジョギングブームでした。試行錯誤しながら汗の飲料を開発させます。それがポカリスエットです。1980年ポカリスエット発売。爽やかな青空を連想させるポカリとスエットを合わせてポカリスエットです。現時点で20カ国に展開しているということです。 大塚グループの勢いはまだ終わりません今度は宇宙食からヒットが天敵ではなく稽古口から栄養を取る栄養調整食品を開発しますカロリーメイトです1983年カロリーメイト発売長年のロングセラー商品へ1986年バブル経済スタート 1988年5ミニを発売します女性研究者3名の手によって開発されました美味しく手軽な食物繊維補給飲料として5ミニ発売です1989年ネイチャーメイド発売不足している栄養素をサプリメントで補うというのがコンセプトでした1989年 日経平均最高値38,915円にしかし1991年バブル崩壊日経平均株価急落1999年 IT バブル市場株価が異常に上昇します2002年抗精神病薬エビリファイが米国で承認を取得しますこれが後主力製品の一つになっていきます 2008年、大塚ホールディングス株式会社設立。大塚製薬が株式移転を行い、新設親会社として設立します。2009年、リーマンショック。100年に一度の経済危機ということで、売りが売りを呼んで株価は急落。2010年、東証一部上場です。2013年、アベノミクス。2014年、 サプリメントのエクエクルを発売します40代以降の女性が感じる心と体の変化を穏やかにする女性の健康をサポートするサプリメントでした同年2014年世界で50年ぶりの抗結核薬発売2014年3月期の売上高1.4兆円2015年中国バブル終焉へ 2016年トランプ大統領誕生2017年大塚ホールディングスは日経平均に採用されます2018年米中貿易摩擦そして今年2020年コロナショック2020年上半期決算では手術件数の減少および病床稼働率の低下がありましたが 医療関連事業の売上収益増加が増益に大きく貢献コロナ禍でも事業利益は20.7%増加し収益力が着実に向上している企業と言えますこれまでの解説を一枚にまとめるとこのようになります三番大塚ホールディングスの株価は今後どうなる 大塚ホールディングスの現時点での株価は四千二百九十三円です今後どうなる予想の前提です大塚ホールディングスの売上状況です売上推移はご覧のようになっております直近2年間の業績推移を見た場合売上高は2期連続の増収となっており該当2期の平均増収率は 12.6%ですまた営業利益も2期連続で増益傾向にあり該当2期で平均69.49%の増益率となっています売上高2019年度は1兆3962億円でした内訳は医療66%機能性食品サプリが24%です 営業利益ですが2019年度は1,872億円で医療が89%機能性食品サプリが23%でした国内製薬会社の売上高です大塚ホールディングスは2位ちなみに1位は武田薬品工業です売上高と営業利益率 はこちらのようになっております2020年度第3クォーターまでの発表では売上研究開発費、営業利益など対前年増収増益でかなり好調だということが伺えます医療関連事業におけるグローバル4商品は前期比で34.9%と大きく増加し連結業績に貢献しています サプリやビーガンチーズも好調です時価総額ランキングです武田アステラスと比較しています大塚は2兆3千億円になっています投資指標です予想 PER は15.34倍実績 PBR は1.27倍ということで妥当水準だと言えると思います 株価と営業利益の推移です現在株価が営業利益本業の実力よりも上であるということがわかります実力と株価についてです株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めますですから投資において最も重要なことは基礎的な指標 ファンンダメンタルズから実力を見通すことなぜならば株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも長期的には実力に見合った株価に落ち着いていくからです。ということで大塚ホールディングスの1年後の株価はズバリ4182円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。